車椅子ドラマー高典。皆さんおはこんばんちは、車椅子ドラマーの高典です。突然ですが、僕はね車椅子ドラマーって言ってますけどもね、まあ大体の方々はね、そう思ってないと思うんですけど、僕は、ね、こんな感じではないんですよね。車椅子ではかけてません。あのね、僕これだとね、もちろんこういう方もいらっしゃると思うんですけど、僕のスタイルだと、まあ僕の技量じゃこれでは叩けなくてですね、まあ結構激しいのもあったりとかねしてね、僕が使ってるのはねダイニングチェアをね、これを普段ね使っております。で今回はですね、あのタイトルにもなってると思うんですけども、このダイニングチェア、いつも使ってるチェアと本来のドラムスローンで叩くとどうなるかってことでですね、やってみようと思います。まずはね、あのいつも通りに、ちょっと激しめにねこのダイニングチェアで遊んでみようと思います。はい、というわけでございますね。いつもご視聴いただいている方々にとってはね、はい、でみたいな感じだと思うんですけどもね、ここからですね、専用ドラム、専用のドラムスローンってね、これを置いてみようと思います。ただその前にですね、僕が車椅子になる前にですね、はもちろんこっちで使ってたんですけど、これ何がいいかって、やっぱドラム専用なんで、足のね自由が効くんですよね。なのでまずね、車椅子になる前に叩いてた映像をね、見てください。はい、車椅子になる前のね映像を見ていただきました。やっぱりこの頃はまだこう自分で歩けるぐらいの神経があったんで、こうちっちゃい椅子でもねブレることはなかったんですけど、さあこっからです、本番はこの体でこの椅子で果たしてどうなるのかってことでですね、はい、やってみようと思います。はい、というわけでございましてね、もうまるでバランスが取れないですね。はい、本当にね、だから今現状使ってるダイニングチェア、何がいいかっていうと、確かにね、こう細かい動きとかはねできないんですけども、安定感がすごくてですね、例えて言うなら、すごい広い道にすごく乗りやすい軽自動車とかでバーンって飛べそうな感じですよね。ただね、できないのが、細かいことができないっていうのは、やっぱりカスタムしたらね、車とかだともうちょっとね遊べたりするんですけど、それができないというだけで、もう安定して、もう安心してバッて進める感じが今のスタイルですね、ダイニングチェア。ほんでですね、今の現状でね、ドラムストロンでやったらもう本当にね、素人の綱渡りみたいな感じでですね、こう恐る恐る始まって、よし進むんだ、おっとっとみたいなよし進むんだ、おっとっとみたいな、全然まるでゴールできないみたいな感じでございました。というわけでですね、もう全くもってドラムスローには帰れないみたいでございます。
もっとこういうね座面が広い、椅子でですね高さとかね調節できるのがあったらいいなと思うんですけども、はい、そんなわけでございました。本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー高野でした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。